台風第17号が発生しました。令和5年台風第17号に関する情報、2023年12月17日、10時半に気象庁から発表がありました。台風第17号ジェラワット、2023年本日12月17日、午前10時半発表の9時の実況になります。 えー、種別は台風に変わりました。今後の進路予想、西寄りへ進みます。フィリピンのみんなの後を横断した後ですね、えー、南シナ海へ進む進路予想。降雪速報はですね、まず今日がピークとなるんですけれども、今日の17日のピークが過ぎ去ってもですね、強い寒気の流入が流れ込む20日頃から再びですね、えー、全国的に日本海側を中心に幅広いエリアで、えー、降雪の予報が発表されたす。台風,台風速報の時間がやった。 で、参りました。2023年12月の17日日曜日、お昼の12時18分54秒現在の、本日17日の午前9時に発生をした台風17号ジェラバット。 に関する最新情報報を速報でお伝えします令和5年台風第17号に関する情報。2023年12月の17日、10時半に気象庁から発表がありました。台風第17号が発生しました。17日の本日ですね、えー、午前9時、フィリピンミンダナ,ナオ島の東の北緯7度50分、統計129度20分において熱帯低気圧が台風第17号になりましたと。 ということで、台風は1時間におよそ20キロの速さで西へ進んでいますということで、今後の進路予想、西寄りへ進みます、えー。フィリピンのミンナナ島を横断した後ですね、えー、南シナ海へ進む進路予想、つまり日本列島のある方角ではなくてですね、えー、ベトナムの方角へ,へ進む進路予想が描かれております。これは気象庁の台風17号ジェラワットに関する最新情報となります。えー、ですから、日本列島 東はもとより、沖縄地方へも直接的な影響を与える可能性はほぼほぼ皆無である。と、限りなくゼロに近い状態であるという予報が発表されております。それでは、詳細を見てまいりましょう。台風第十七号ジェラワット、二千二十三年本日十二月十七日午前十時半発表の九時の実況になります。 え、死別は台風に変わりました。熱帯低気圧が発生したというのは昨日のですね、えー、降雪速報の動画でもお伝えした通りなんですが、今現在の存在地域はフィリピンのミンダノー島の東の海上、カロリン諸島から移動してきまして、 西寄りりになります進行方向と速さは西へ20キロですから、ママチャリを全速力でこぐぐらいのスピードで移動しているということですね。中心気圧は1002ヘクトパスカル、えー、強い勢力ではありません。中心気圧の最大風速は毎秒18メートルですから、えー、これはですね、ギリギリ台風の規定値であります、毎秒17メートルを超えている風速であるということになります。最大瞬間風速は25メートルということで、 で、えー、この後ですね西寄りへ進んだ後19日の午前9時の予報円こちらになります熱帯低気圧に変わりまして存在地域が南シナ海となっておりますこの台風がですね移動し続ける間あさほど強い勢力にも発達することなくですね、えー、毎秒18メートル維持していますからあ、まあ、上陸するフィリピンのみんなのとにお住まいの方々は十分なあ注意が必要となるところではあるんですけれども、まあ日本列島 および沖縄地方にお住まいの方々現時点ではさほど心配する必要のない直接的な影響は与えない台風であるというのが速報になりますそれではウィンディの世界最高クラスの予報制度を持つと言われるヨーロッパ中期天気予報センターのクショ象モデルをベースしますヨーロピアンセンター法ミディアムレンジウェザーフォーキャスト ECMWF モードによります台風17号ジェラワット の今後の動向をご覧いただきましょう今現在、ですね17日の午前お昼12時、この気流の渦が台風17号ジェラバットになります。等圧線の中心気圧1004ヘクトパスカル、周辺の最大風速高いところですと、毎秒17メートルを差し示しております通り、台風の規定値をクリアしております。 日本列島がこの位置にありますから、あだいぶ離れた遠いフィリピン海の海上にあるということですね。それでは今後の進路予想をご覧いただきたいと思います。気象庁の予報円の通り、西寄りへ進んでいく進路予想。フィリピンみんなの島を横断して南シナ海に入ります。南シナ海に入った後もですね、ゆっくりと西寄りへ進んで、徐々に徐々に衰退していくと。 ということですね。えー、南西の方角へ進んでいます。えー、ベトナムへの上陸はない新流層となっております。えー、これが ECMWF モードの最新情報となります。えー、続きまして、ウィンディのアメリカ海洋大気庁ノアが提供する、アメリカ国立環境予測センター NCEP、全球数値予報システムの大気循環の気象モデル、グローバルフォーキャストシステム、GFS モードによります、台風17号ジェラワット との今後の動向、を進路層をご覧いただきましょう。えー、非常に弱い気流の渦、それと等圧線が描かれております、えー。中心気圧は描かれておりません。フィリピンみんなの島の東の海上に気流の渦が見えます、えー。周辺の最大風速高いところですと、毎秒17メートルのところはあるようなので、えー、台風には、 成長発達しているということがお分かりいただけようかと存じます、えー。毎秒17メートルを指し示しております。 修りへ行きまして、えー、日本列島へは近づかない診療層となっております。続きまして、ドイツ気象局、ドイッチャウェターディンツの気象モデルをベースとします。アイコンモードでもご覧いただきましょう。中心キャツ1005ヘクトパスカルの台風17号ジェラワットの討伐線、えー。周辺の最大風速高いところでもですね、毎秒13メートルという数値しか弾き出されておりません。 以上はですね、今日の17日日曜日の午前9時に発生したばかりの台風17号ジェラバットの最新情報となります。 えーまあ、日本列島および沖縄地方にお住まいの方々もです、ねえー、特に差し当たって、えー、心配する,する必要のない、えー、台風であるというのがお分かりいただけましたでしょうか、えー、以上をもちまして台風17号ジェラワットの発生と今後の診療相に関する最新情報を速報でお伝えしました米軍の最新情報をご覧いただきますとです、ねえー、ここに説明書きがありますように計画停電を実施しているということですね えー、計画停電を実施中なんで、えーまあ、表示されないと。 いうことで、米軍のですね、台風情報はちょっと今現在は見られない状態にあるんですけれども、降雪速報の方ですね、今日非常に重要な局面を迎えているんですが、降雪速報はですね、まず今日がピークとなるんですけれども、今日の17日のピークが過ぎ去ってもですね、強い寒気の流入が流れ込む20日頃から再びですね、全国的に日本海側を中心に幅広いエリアで降雪の予報が発表されております。こちらの最新情報もですね、 あと続けてアップロード配信をしてまいります。ぜひですね、台風に限らず、当台風速報チャンネルは、降雪に関する最新情報も随時更新をしてまいりますので、積雪及び降雪、大雪に関する動向が不安で心配で夜も寝れない方、またそうでない方もぜひ、チャンネル登録をして、防災に最大限にお役立て、フルにご活用いただければと思います。私からは以上となります。 この色の濃いところあ、あったここですね、えー